久保さんまあ確かにね全員が稼げるっていうのは難しいですよねまああのなんだ、まあ、80歳でベッドに横断ってる人に稼げと言われても、まあ、それはそんな難しいでしょうしうんただ僕はもうそういうなんかそういう人に対してのメッセージではなく何ですかねあのまあ僕のお客さんへのメッセージというか 情報もネットビジネスの稼ぎ方もあ、まあ、まずし興味がある知っているで教材も何か買ったことある、まあ、億万長者合宿に参加したとかね <laughs>、うん、まあまあまあそういう方に対しての、まあ、メッセージ性があるのでやれよと結論 <laughs> やれるんだって興味もあるし知ってるし勉強もしてるんだからや,るやりましょうっていう話で。 確かにその能力っていうのはなあ、あの、こと、なんだあの、様々あ,あると思うんですけども、まあ僕のこれは見解ですけども、ね、まあこの億万長者シリーズでも何度も何度も何度もこれからも出てくると思いますけど、久保さんだから吉谷さんだからとかね、まあこの先もずっと言われるし、まあこの話題はずっと出していこうと思うんですけど、まあ、単純に本当やってるだけですからね。うん、なんか僕も、 その一番最初はその、の、稼ぐ能力、1ミリもなかったです。だって知らなかったもん。<laughs> ネットで稼ぐなんていうのは知らなかったし、逆に言うと今なんかもっとオープンに出てるじゃないですか。17年前、超クローズドですよ。ネットで稼ぐなんて。 まあ、あの、ライブドアが出てきて、その、堀江さんが、その、なんだ、まあ本も買いましたけど、ブログで稼ぐみたいなね、ブログで年収アフリエートで100万、1000万、年収1000万みたいな本も出てきて、まあ主婦の方がね、ブログアフリエートで30万みたいなのも、ちょいちょいこうで出始めてきたんで、あれでしたけど、情報そんななかったっすもん、今ほど。環境もそんなに、まあ今、今に比べても全然歴像の差ですけど、うん、なんかまあ、 これだけ環境もあるし情報もあるから、うん、もうやればいいのになと思いますけどねうんだ能力の差はあるけれども能力の差は縮められるよって話です <laughs> 能力の差はあるけれども能力の差は縮められると僕はこれは僕の結論ですねでさらにもうこれもずっと言ってますけども あの僕が提唱してるのは月収1億円稼ぎましょうっていうところで言ってないし年商100億目指しましょう年商1000億目,めし目指しましょう上場企業を作りましょうっていうことを一切言わないしそこを目指しましょうって言ってるわけじゃないですよ。うん。だ月収100万に関しては能力の差はあったとしても縮めれば誰でもいけると僕は思ってます。 これは僕の実体験ですし、それはいろんなお客さん見てきての事実です。で、もう一つの事実を言うならば、月収100万達成してない人は、そこまでやってないってことなんですよ。これはもう、もう一つの事実ですね。逆にやった人は行くし、やってない人はいかないしっていう、ただそれだけなんですよ。うん。だからまあ、能力の差はありますよ。 うん。だウサイン・ボルトンに勝てって言ってるわけじゃないんですよ。さすがにその、のその、なんだろうな。あの、ウサイン・ボルトンに,にね、どれだけ努力してもね、久保さんがどれだけ走り込んでも、ウサイン・ボルトンに勝てるわけないじゃないですかね。ね。それ無理なこともありますよ。でも、月収100万っていうのは無理じゃないんです。言い切りますよ。うん。そう。でも、それを無理だと思うんだったら無理だろうし、だって無理だと思うからやらないじゃないですか。<laughs> うーん。 だから、うん、まあ未来のことはわからないですけども、僕もわからなかったし、久保さんも今こんな生活するなんてね、麻雀店やっててネットビジネス初めて知ったとき、こんな方法があるんだって知ったとき、今の生活ができるなんて1ミリも思わなかったでしょうね。だって現実は借金まみれで、麻雀店で、ね、切り盛りしてるわけじゃないですか。1ミリも想像できなかったですよ、多分。初めて知ったときね。 うん、この生活、隠居 YouTube チャンネル、隠居くぼ哲郎になるとは、するとはね、一ミリも思わなかったですね、多分。隠居みたいな。隠居、その隠居なんかワード出てこないですよね。隠居みたい。<laughs> いや、僕もね、一ミリも思わなかったですよ。まあ、憧れはありましたし、そうなりたいなとは思いましたけども、現実、事実としてそれが本当になるかっていうのは、 そのね、分かんないですし、まあ、全部そうなんだけどもう、ね、自信があるあるっつって、本当にあるのかどうかも、いつ来るのかも分かんないし、未来のことは分かんないですよ。ただ、未来を変えてきた僕と久保さん、そして今、いまだに変え続けている僕と久保さん、常に積み上げている僕と久保さんから言わせていただくと、未来は変えられると。変えてきてると。 で実際やってきた人も変えてきてると。久保さんから習ってね。あの、ちゃんとやった人は変えてるし、僕から習ってやった人は変えてるし、うん、それも事実としてあります。うん。だからあなたがどんな事実をこれから作っていくかですね。今日何やりましたその事実の積み上げです。今日あなたは何をやったんですか人よりやりました。人より努力しました。人より考えました。どうですかね 今日の積み上げでしかないですよ。今日の事実の積み上げです。今日は人よりあなたは何をやったんですか能力の差はあります。じゃあその差を埋めるために今日何やったんですかどんな事実を積み上げてきたんですかいってらっしゃい。